森の中で行われているこの活動、一体何の活動だと思いますか？今回のプラネットアイズは、楽しみながら里山づくりに励む森林ボランティアの活動を覗いてみました。神奈川県厚木市郊外にある県立七沢森林公園です。63ヘクタールの県内最大規模の敷地を持つ公園内には落葉樹をはじめとした雑木林が広がっています。ここでは毎月1回雑木林の手入れなどを行うボランティアグループが活動しています。その名も七沢森林公園雑木林ファンクラブ。子供から大人まで毎回20人ほどが参加しています。これまで10年間の活動の中で延べ1000人が活動に参加してきました。中心となっているのは神奈川県公園協会の辻本明さんです。もともと農業大学で環境や公園づくりを学んでいた辻本さんは、昔ながらの里山の風景を残していきたいと10年前にこの活動を始めました。もうちょっと先まで行きますんで、よろしくお願いします。今里山が保持されている問題があるときに、その担い手としてこう市民の人たちが参加するとかできるようにするっていう技術っていうのがやっぱり体験する必要があると思うんですね。でその時に公園っていうのは、その初心者向きのこう最初の取っかかりとしていい場所を提供できるところになるんじゃないかなっていうのがあって、この日の作業は下草刈りです。下草刈りとは、伸びきった草を刈り新しい芽が育ちやすいようにすることです。マジありえないんですけど、ちょっといっぱいいっぱいなんですけど、これで初めて参加した農大生、もちろん鎌を持つのも初めて。他の参加者に教わりながら楽しく作業をしていきます。ないよね。あ、確かにないないないです。作業の合間には辻本さんから雑木林の植物について教わります。飛んできたんですか？ここもその買った最初の年はすごいスミレが一斉にこう繁殖してですね、この辺に結構スミレが、これがそうなんですけど、これがスミレなんですけどね、埋蔵種子っていうこの土の中で眠ってる種が一斉にこう出てくるんですよ。で、そういうのをこう公園の中に復元していくっていうことをちょっと考えてるんですけど、かつては日本中どこでも見られた里山、自然と人の暮らしが適度に溶け合い、人にとってもまた動物や植物にとっても恵みのある豊かな場所でした。しかし最近では雑木林を手入れする人も減り、草や木が生い茂り、鬱蒼としている里山も少なくありません。そうなると里山本来の植物が育ちにくくなってしまうのです。それはね、これはいいです。こちらでは昼食のピザ作り、ここに牛乳を入れ生地を作ります。これなら誰でもできそうって感じで楽しみながら活動を続けたいと考えている辻本さんは、必ずこうしたレクリエーションを取り入れています。子供たちも一緒に両手いっぱいの生地を楽しそうにこねています。いつもやってるの？いつもじゃないけどやってる。やってるの？ちっちゃいのがいい。はい、やる。はい、手作りのかまどで少し寝かせれば生地の完成です。作業の後は待ちに待ったランチタイム。
いよいよピザ焼きの始まりです。寝かせておいた生地を伸ばし、好きなトッピングで思い思いのピザを作ります。まるで森の中のピザ屋さん。どんなピザが焼き上がるのか楽しみです。ピザが焼けるのを待つ間に、同じ公園内で活動する大学生ボランティアに話を聞きました。できたよ。できたのかな。ユニークなピザが次々に焼き上がります。どうですか。おいしい。やばい。例えばゴミを減らすとかそういうことに関してだって、固く言えば固く言うなりのことはできるんですけど、ただ面白くやろうっていう方向に進めれば、みんな多分興味惹かれると思うんですよね。そういう意味でこういう活動も楽しんでやるっていうその概念ですか、があるってことは、いやマジ素晴らしいと思います。改めて楽しそうだなって見えたことが一番勉強だと思います。ね、なるほど、ね、それを期待してた私は。自分はこう自然保護とかそういうのがすごい大学の時や興味あってやってたもんですから、なんかそのただ保全するっていうだけじゃなくて、こう昔やってた循環を取り戻すみたいなことがこう担い手としてこう市民の人ができるっていうような仕組みをどっかでこう作っていくのが必要なんじゃないかなっていうのを人の話で聞いて、あ、そうだなって思って自分もやってみたいなっていうのがあって、すごいだから雑木林がまあ好きだというか、小さい頃からの原風景だったっていうか、そういうのはありますね。多くの参加者が集まり、新しい形の雑木林がゆっくりと循環していきます。ぜひ皆さんも近くの雑木林を訪れてみてはいかがでしょうか。